皆さんこんにちは。純烈のリーダー酒井和義さんが、僕の中であいつは死にましたと突き放してから5年、文春砲でグループを脱退し芸能界から退いたあいつこと元メンバーの友井祐介さんは、地元大阪で焼肉店の店長として第二の人生を歩んでいることが分かりました。近隣にカラオケバーをオープンするなど実業家としてステップを踏み、昨年1月に新メンバーが加入したことで純烈との縁も再び動き出しました。失ったもの、それでも変わらなかったものとは。デイリースポーツが友井さんの現在を追っていますのでご紹介します。ヒゲを生やしてパーマヘアのワイルドな風貌になっても、かつての花は変わらない友井さん。大阪の歓楽街北新地のビル5階焼肉店カムイでカウンター越しに肉を焼きながら、友井さんは人生の第2幕について語ってくれています。お客さんを喜ばせることに関しては純烈と似てないようで似ているんじゃないかと思っています。ライブで元気になったみたいな感じでご飯を食べてもらいたいという気持ちです。そもそも友井さんがグループを脱退したのは、純烈が NHK 紅白歌合戦に初出場した直後の2019年1月のことでした。かつて交際していた女性に対しての DV と3000万円に及ぶ貯金の使い込み、さらに別の女性との不倫という友井さんのスキャンダルをある週刊誌が報じ、この報道を受けて2019年1月11日に東京都内で単独会見を開きます。会見では記者からは厳しい質問がたくさんありましたが、友井さんは隠さず正直に全てを語り、週刊誌に書かれていた女性とのトラブルは事実でございますと認め、芸能人は夢を売る仕事です、そんな夢を壊した自分は失格ですと改めて純烈からの脱退と芸能界引退を表明。 DV の事実についても、女性の方々には到底許されることではないことをしてしまったと反省の意を述べ、これから償っていきたいと話しました。また純烈のスローガンに反する行動をしてしまったと純烈を脱退する理由について語りました。 DV については自分の弱さが招いたと繰り返し、そもそも怒りっぽいんですが、喧嘩の延長で手を出してしまい自分を抑える強さがなかったと語り、数千万円に及ぶ使い込みについては、いろいろな方に助けられて今は全額返済していますと説明。一方、不倫が報じられた相手については、長年の友人だったと不倫関係を否定しました。残りのメンバー4人も会見し、酒井さんは死にましたと突き放し、歓喜の年末から一転、何もかもを失いました。そんな裸一貫となる中で、19年春に知人から焼肉屋をやらないかと話が舞い込んだ友井さん。第二の親父と慕う恩人の焼き鳥屋で8年間バイトしていた経験から、いつか飲食店を出すのが夢だったと心が揺らいだそうです。食肉業界に詳しい知人に相談したところ、兵庫県加古川で肉の卸売事業などを手掛ける天津四方ミートを紹介され、勉強のための寮生活から再出発したそうです。1日2日じゃ何もわからないと約1ヶ月間の泊まり込み、当初は肉を舐めるなと怒られることもあったといいます。そして食肉処理場で生きた牛が加工されていく様子を知り、生肉を食べてどの部位か分かるまで舌を育て上げました。知り合いの店で皿洗いもする武者修行も、愚直に肉について学び、19年末のプレオープンに向けて北新地中の焼肉店を食べ歩いたそうです。その後コロナ禍での一時休止を経て20年6月に開店。パンデミックで客足が遠のく厳しい船出をランチ営業などで乗り切り、人生を再構築していく中で、21年4月8日、2年3ヶ月ぶりにメンバーと再会を果たします。大阪での仕事に合わせ、
4人が店を訪れています。関係者によると、個室に入ってきた瞬間に友井さんがすいませんでしたと謝罪したようですが、本人はちょっとはっきり覚えてないですと苦笑いしています。あのことが起きてから謝罪できる場もなくて、ちゃんと目を見て言わないことにはダメだと思ってました。直接言える場ができたことが嬉しかったです。お互いに深い言葉を交わした記憶はなくて、リーダーは言わなくてもわかるよなって感じでした。お客さんは半分以上が純烈のファン。今でもグループに支えられている。2019年の紅白は自分のことで出られなかったらきついなと思っていたし、2018年の紅白より嬉しかった。いろんな方に本当にすいませんでした、ありがとうございますと LINE をして、今はお客さんが今日もリーダーが友井さんの話をしてましたよと教えてくれるので全部の情報が入ってきますとちょっぴり照れくさそうに笑った友井さん。純烈では振り付けを担当しており、23年に新メンバーの岩永博明さんが加入したことで、かつての振りを知る振付師として声がかかりました。2時間のレッスンのため日帰りで大阪と東京を往復したこともありましたが、純烈が良くなるために何か手助けできることがあればやりますってだけですねと、絆は変わらないようです。同じビルだけで焼肉店が4店舗もある激戦区、2ヶ月ごとにコースメニューを変え、常に焼肉プラス何かを考えていますと、イタリアンや和食からもヒントを得てるそうです。全く同じことをやるのがすごく嫌なんです。見たことあるじゃんっていうのはいらない。純烈がいそうでいないグループだったように、同じ感覚でお店を考えてますし、それは学んだことだと思いますと友井さんは話します。今後は東京進出を睨み、店舗を増やしたいと夢が膨らみます。次はもっと一般の方が足を運びやすいような価格帯で、高級スパじゃなくスーパー銭湯みたいなお店を出したいですね。昨年10月には徒歩3秒の場所に2店舗目となるカラオケバーオレンジを開店。絶えず動き、周囲との化学反応を続ける純烈流で、生存競争の激しい飲食界を戦っている友井さん。今後のお店の展開や授業もとても楽しみですし、大阪以外への出店も待ち遠しいですね。